皆さんこんにちは。 CFC スタイルビデオボリューム2、早速今回のメニューをご紹介。プレイステーション、セガサターン、スーパーファミコンと相次いで発売、あのストリートファイター02の CM 制作の現場を独占公開。ゲームショーでゲームしよう。8月22日より3日間東京ビッグサイトで開催された東京ゲームショー96カプコンブースの模様をレポート。出展されたゲームはもちろん、現在開発中の最新ゲームも紹介するよ。アーケードゲーム情報もさらに充実。今回は X-Men vs ストリートファイターとウォーザードの豪華2本立て。さらにビデオの終わりにはプレゼントの告知もあるのでお楽しみに。ストリートファイター02登場。正義は勝つなんてね。カプコン。8月よりテレビで大量にオンエアされているストリートファイター02のテレビ CM、 みんなもう見てくれたよね。あの30秒の CM は様々な人々の努力の末に出来上がったものなんだ。今回はそんなテレビ CM の制作現場に密着。独占公開、ストリートファイター02テレビ CM 制作現場の裏側。今回の CM 制作では、ストリートファイター02のキャラクターを担当したカプコンのデザインスタッフと CM 制作スタッフとのデザイン打ち合わせから具体的な作業がスタート。まずカプコンのデザインスタッフより、サクラを中心とした各キャラクターの特徴を線画やラフ画などを用いて詳しく説明され、キャラクターの世界観をより忠実に表現されるよう CM 制作スタッフに対し細かな指示が入れられます。そして実写撮影、ここではさくらのアニメーションの代役としてモデルの女性が登場します。このモデルさんの動きをベースにアニメーションが描かれていきます。画面では一瞬しか映りませんが、さくらの足元越しに地面を撮ってる映像はスタッフ総がかりで車の屋根にカメラをくくりつけて撮影していたんですね。壁に貼ってある門下生募集の段のポスター、実際の撮影現場ではポスターは貼られてなく、そこには段の代わりにスタッフが腕組みをしていました。ベガが車に乗って出てくるシーンではほとんど映っていませんが、このような大きな車を用意。もちろんベガ役は先ほどと同じスタッフです。ところでこのシーンは何の撮影シーンか分かりますか？実はこれ、さくらの頭でなびくハチマキの撮影なのです。この撮影はイメージに近い映像がなかなか撮れなくて、実に多くのテイクを重ねたシーンでもありました。またこのスト02の CM では階段のシーンが2回用意されています。そのうちの1回がこれ。このシーンはさくらが元気よく階段を駆け上がる場面で、ここからはエキストラを使っての撮影となります。さくら役のモデルさんとエキストラの方たちとのタイミングを合わすために何度もリハーサルが繰り返し行われます。そしてもう一つが駅構内での階段シーン。 CM の中では実写映像としては最後の決めのシーンになるので、より細かく丁寧に撮影されていきます。特にさくらが段階を追ってアップになっていくシーンではカメラも徐々に足場をずらして撮影、その度にエキストラも階段を行ったり来たり。しかもその間に電車がホームに入ってきたらさあ大変、全員壁際に並んで階段を開けます。さすがに一般のお客さんには迷惑をかけれません。
駅のシーンといえば改札口のシーンも印象的ですね。駅員の役も実は撮影スタッフ。演技については素人なので仲間のスタッフからいろいろと注意を受けたりからかわれたりもしていました。これら以外にも数多くのシーンの撮影がなされ、次はアニメへの合成作業へと進みます。アニメ作業はまずキャラクターの線画を描き、ビデオに取り込んだ後に実写映像に合成します。ここで各キャラクターの動きがチェックされ、その後色をのせる作業へと移ります。アニメの着色のほとんどはコンピューター処理で行っています。線画をスキャナーで取り込み、モニター上に映し出された映像に指定された色をのせていきます。そしてこの作業と並行して行われているのがさくらのボイス撮りです。この CM でさくらの声を担当しているのは実際のゲームと同じく笹本優子さん。やはりさくらへの思い入れも相当強いようです。優にもう一度会いたい。またゲーム画面のビデオ撮りも重要な作業の一つです。これはカプコン開発ビル内にて行われ、ゲーム収録もゲーム担当者自身の手によって直接行われました。そしてこれら全ての要素を一本化するのが編集作業です。ここで実写とアニメーションの合成作業や画面上の特殊効果などを1フレーム単位で行い、いよいよ最終的な完成となります。このように大勢の人たちの様々な工程を得て作られたストリートファイター02テレビ CM。 通常私たちが何気なく見ている30秒という短い間にも、クリエイターたちの熱い情熱が深く注ぎ込まれているのです。ファイターゼロツー登場。正義は勝つなんてね。カプコン。8月22日から24日までの3日間、東京ビッグサイトで東京ゲームショー96が開催されました。セサコンピューターエンターテインメントソフトウェア協会が主催する第1回目の記念すべきビッグショーとあって、真夏の暑さにもかかわらず、友達同士や親子連れなど延べ3日間でおよそ11万人の入場者で、会場は人、人、人で熱気ムンムン。メーカー87社がおよそ350以上のタイトルを出展し、 Windows やマッキントッシュをはじめ、 PlayStation、Saturn、 そして Nintendo 64などの最新ソフトが体験できるとあって、徹夜組を含め会場前にはおよそ1000人の長蛇の列ができました。カプコンブースでは年内に発売するビッグタイトルの出展や、映像によるゲーム紹介、そしてテストプレイヤーによる実演紹介や、一般参加の勝ち抜きゲーム大会など、ゲームファンには見逃せない内容で大盛況となりました。アーケードゲームで人気を博したカプコン初の 3D 対戦格闘ゲームスターグラディエイターや、ストリートファイター02、スーパーパズルファイター 2X をはじめ、プレイステーションで大ヒットのサバイバルホラーゲームバイオハザードなどを出展。今バイオハザードをやってたんですけれども、
怖いですよね。ああ怖いです。どんなところが一番怖いなと思いました？突然と敵が出てくるところが怖いです。結構動き良くて画面も綺麗で映像の方も楽しめますよね、はい、やっぱ相手をコンピューターを倒すところですか。可愛いからやりたくなっちゃう。キャラクター可愛いですよね。またマルチスクリーンではロックマン8やブレスオブファイア3など初めての映像公開とあってメインステージ前も人だかりでますます人気のあることを物語っています。ではここでゲームショーに来られなかったフレンドリークラブのみんなに最新のゲームの映像をご覧いただきましょう。スター・グラディエイター。今年7月に登場したアーケードゲームスターグラディエイターがこの秋早くもプレイステーションに登場。スト2、バンパイアシリーズなど格闘ゲームで数々の大ヒットを飛ばしてきたカプコンが放つ初のオリジナル 3D ポリゴン格闘ゲーム。これまでの実績が示すカプコンならではの卓越したゲームバランスとデザインスタッフの総力を結集した超美麗グラフィックは 3D ポリゴンであっても健在。そして無限の組み合わせを誇る連続技プラズマコンボ、一発逆転のカウンター攻撃プラズマリバース、自由度の高い多彩な移動が行えるファストムービングシステムなど斬新で奥深い数々のゲームシステムを搭載。キャラクターも人間タイプ以外にロボットや宇宙人、恐竜といったさまざまなバリエーションがあり、それぞれが持つ飛行能力、巨大化などの特性を3次元的に表現し、より個性的。これらアーケード版で好評だったゲームシステム、クオリティ全てをプレイステーションに遜色なく完全移植。さらにアーケード版にはなかったオリジナル要素として連続技などの練習ができるプラクティスモードや6人までの勝ち抜き戦、グループバトルといった新ゲームモードを加え、初心者やアーケード版をやり込んだという人にアピール。そしてオープニングではカプコン CG スタッフによって制作された CG デモを新たに追加。カプコンがこれまで培ってきた格闘ゲームのノウハウを全て生かしたオリジナル 3D ポリゴン格闘ゲーム、プレイステーション用ソフトスター・グラディエイター。アーケードで爆発的な人気、あのストゼロ2がなんとプレイステーション、セガサターン、スーパーファミコンに相次いで登場だ。またキャラクターも前作の13人に加え、スト2シリーズよりザンギエル、ダルシン、ストリートファイターシリーズより中国拳法の使い手ゲン、ファイナルファイトからはロレント、そしてニューキャラクターサクラが新登場。前作では隠れキャラであったベガ、ゴーキ、ガンも最初からセレクト可能になり、総勢18人による戦いが繰り広げられる。さらに新システムオリジナルコンボ採用により自分だけのコンボを作り出せ、対戦での駆け引きがさらにパワーアップ。ストリートファイターゼロ2、プレイステーション、セガサターン、スーパーファミコンで発売。最強格闘パズルいきなり登場、プレイステーションセガサターン用ソフトスーパーパズルファイター 2X。 このスーパーパズルファイター 2X は今流行りの対戦型パズルゲーム。これまでのパズルゲームの遊び方はそのままに、パワージェムシステムやカウンタージェムシステムといったカプコンならではの新要素が満載。期待のコンシューマーオリジナルモードとしては、遊べば遊ぶほど他のモードまで楽しくなるストリートパズルモードを採用。その他多くの家庭用ソフトでしか見ることのできない要素にも注目です。今度は頭の駆け引きだ。スーパーパズルファイター 2X、 プレイステーションセガサターン用ソフトで発売。ついにあのロックマンシリーズが32ビット機で登場。
シリーズ最新ロックマン8メタルヒーローズ、32ビットだからできる滑らかな動きに多彩なアクションがドッキング、迫力あるアクションにアニメーションが加わり、ゲーム進行をより一層パワーアップ。ロックマン8メタルヒーローズ、プレイステーション、セガサターンで発売。ついに動き出したシリーズ最新第3弾、カプコンオリジナルロールプレイングゲーム、ブレスオブファイヤー3。ポリゴンを用いた 3D マップの採用により、全てのエリアをクォータービューで表現。またプレイヤーの任意での視点移動が可能となり、さらに奥深いゲーム性が実現。個性豊かなキャラクター、そしてシリーズ独自の世界観を継承したオリジナルストーリー、全てがここに極まる。プレイステーション用ソフトブレスオブファイヤー3。あの惨劇から2ヶ月後、ラクーンシティ全土で真の悪夢が始まった。バイオハザード2、カプコンパズルゲーム新作登場。大人気のアクションパズルゲーム3作品が1つになったスーパーパンコレクション。次から次に落ちてくるボールを全部割るまで、とにかく打って打って打ちまくる。シンプルでやみつきの面白さ。そしてアーサーとアスタロトの謎魔界村、キャラクターのアクションが楽しい新感覚パズル。答えはカプコン。ここでカプコンフレンドリークラブより会員の皆さんへ緊急情報です。メンバー限定ポイントキャンペーンがいよいよ動き出します。詳しい内容につきましては次号のファンブックにて発表します。そして次号のファンブックより、なんとカプコングッズの通信販売を実施します。カプコンでしか手に入らないグッズなどもあるので、どうぞお楽しみに。さてみんなはファンブックボリューム1についているアンケートはがきをもう出してくれたかな。出してくれた人には抽選ですごいプレゼントがあるので、まだの人はポストに急いでね。Come on!
CFC スタイルビデオボリューム2、最後は業界関係者向けに8月に行われたアーケードの新ハード CP システム3発表会の映像をご覧いただきながらお別れです。次回も最新のカプコン情報満載でお送りしますので、楽しみに待っててくださいね。
ここで CFC スタイルより会員の皆さんにプレゼントのお知らせです。プレゼント1、ストリートファイター02さくら等身大ポップを1名の方に。プレゼント2、ストリートファイター02ウエストポーチを2名の方に。プレゼント3、ストリートファイター02デイパックを2名の方に。プレゼント4、ストリートファイター02フラッグセットを2名の方に。プレゼント5、スーパーストリートファイター2とストリートファイター0のキーホルダーセットを5名の方に。プレゼント6、スーパーパズルファイター 2X のパネルを8名の方に。プレゼント7、ウォーザードの T シャツプラス四つ折りポスターを5名の方に。プレゼント8、 X メン VS ストリートファイターの T シャツを5名の方に。以上全8点合計30名の方にご希望のプレゼントを差し上げます。完成はがきに住所、氏名、会員番号、欲しいプレゼント名を明記の上、カプコンフレンドリークラブまで送ってください。締め切りは10月21日到着分まで有効です。